こんにちは、ゴッドゴータンです。皆さん知ってますか？今だけダブチ食べみっていう、マクドナルドのダブルチーズバーガー、可愛らしいお顔と、それからキャッチーな音楽とキャッチーなダンスによって人気を博しているこちらのキャラクターなんですけれども、今回はそんな今だけダブチ食べみさんを題材とした二次創作ゲームが公開されていたのでやってみたいと思います。ちょうどフォロワーさんにね、ゴータンが好きそうってことで教えられたので、早速やってみたいと思います。ダブチ食べまくるゲーム。一応このゲーム著作権的な BGM が流れてます。今だけダブチが食べたい、今だけダブチが食べたいって広告のやつ、あれ流れてるけど、僕は著作権には厳しい男なんで音楽はフリー BGM 使いますね。じゃあ行くよ。タップして始める。私が食べたいバーガーを完成させてね、とのこと。なるほどな、了解、わかった。 OK、 任せろ。この小さな女の子に向かって、こちらのダブルチーズバーガーを僕が完成させて食べさせてあげるわけですか。で、こっからが本番だな。まずここが下、バンズ、チーズ、ピクルス、ケチャップと、でその上にダブルチーズバーガーのこの形を乗せればいいんだな。ハンバーガー、チーズ、ハンバーガー、バンズ。おー、できた、ダブルチーズバーガーで食べることによって、これスコアが手に入るっぽいですね。なるほど、ハンバーガー死ぬほど食わせて、でもって、この子にスコアを稼がせるってノリか。なんかいいな。あ、今度は違ったのが出てきたぞ。次はカラダブチが食べたい。へえ、そうなんだ。チーズ黄色いのが普通のダブチで、じゃあ黄色いのはただの血？それともブチ？じゃあ赤いのはカラブチっていうの？カラチ？お前辛いの、チーズ。ああ、そういうことか。つまり、このチーズに味がついているわけですね。で、これを食わせることによって、この女の子によって、スコアが伸ばされると。まあ、正直に言うと、こんだけのゲーム、ゴッドコータンにおすすめされるわけがないよね。実はこのゲーム、とんでもない拡張性がありましてですね。このようにハンバーガーが出て、ゴッドコータンはここに乗ってあるハンバーガーを注文通りに乗せればいいっていうゲームなんですけれども、実は具材は僕が好きなだけ乗せることができるんですよ。例えば、これは今だけダブルチーズババ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 ーガーってことになる。でもって具材をこの女の子が汗を垂らしながらむさぼり食うというわけか。これによって制限時間外になってしまったわけだな。なるほど、制限時間内にこの子が注文した通りのメニューを与えないとポイントが伸びないわけか。僕が好きなだけバーガーを食べさせたとしても、この子がただただお腹いっぱいな思いになるというだけであって、スコアは一切伸びないと。いいね。ただ、物足りん。何が物足りないかっつうと、こんだけ肉食ってんのに、お前のお腹はぺったんこだ。なんかリアリティに欠けるし、まあでもその表情の変化は素晴らしいと思う。僕は好きだ。ということで、もう一度ハンバーガーを食べさせてあげましょう。今度は僕が食べたいハンバーガー、いや、この子に食べさせたいハンバーガーを食べさせてあげような。この子はダブチが食いたいそうなので、このまま一旦食べさせておきましょう。これ以降は僕がオリジナルのハンバーガーを作ってあげます。今のところはダブチのチーがあって、で、ダブルハンバーグがあるから、じゃあバンズがないな。じゃあ、バンズ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 。で、間にチーズを添えて、でもって、海外の体重200キロぐらいある女の人が朝食に食べてそうなハンバーガーを与えてあげましょうか。でもって、チーズ。なるほど、チーズとハンバーガーは交互に与えなくとも、ハンバーグを大量にやった後にチーズを大量にやったら、勝手にハンバーグとハンバーグの間にチーズが挟まるという感じになってんのか。ってことはもう好きなだけ同じ数だけチーズとハンバーガーをクリックすればするほど、この女の子のお腹は満たされていくわけですね。この肉とチーズの超高カロリー、ダブ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 ブブ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 ブチ、ブチ、ブチチチチチ、ブチチチチダブ、ブリブリ、あ、わかった、ブリチだ。こいつはブリチって言うんだ。クソデカ肉、熱々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 、チチ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 ズ、バンズ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 バーガーってことになりますね。じゃあ、
ひたすら食べてください。上の部分はほとんどバンズなので味がなく、とても辛く、口の中にある唾液がほとんどスポンジに吸われてしまって口の中パッサパサになるんでしょうけれども、中間あたりは肉とチーズの脂っこいものでギトギトとした感触が口内に広がって、吐き気と胃もたれを感じることになるでしょう。こんな可愛らしい少女、肌も綺麗だしスタイルも抜群だけれども、明日にはすごく、いいね。背徳感を感じるな。深夜にこんなゲームをやらせるだなんて、どれだけ業が深いんだ、この作者さんは。うおー、いいぜ。超グラマラスなボディにしてやるこの少女のことをな、ギネスブックに載っけられるような、ジョウアリみたいなお腹にしてやろうと思ったのに、残念なことにスクアは160点。当然だ。この女の子の注文には一切答えてないわけだからな。お腹が一切膨れないのが、僕としては、ちょっと、なんか嫌な点だな。でもそれ以外は完璧、最高だった。特にこの女の子の動きなんかはとてもリアルだった。それでは他のゲームをやってみようか。リスナーさんに勧められたゲームに別のもあるんですよ。そっち側のゲームをやってみましょうか。リスナーさんに教えられた僕が好きそうなゲーム二つ目はこちら、純子の胃袋のびのびパズル。明らかにタイトルだけで見ても特別な、そういった類の趣味嗜好を持っている人が作ったゲームなんだろうなってのがよくわかるよね。ノーマルとハードがすでにクリア済みなのは目をつぶってほしいな。とりあえず今回はハードでやっていこうと思っている。お品書きはこんな感じ。食べ物がたくさん書いてあるな。それでは OK と押してプレイだ。こちらのゲームはこのブルーアーカイブというゲームに出てくる純子って名前なのかな、この女の子に向かって食べ物を胃袋に直接転送させます。そうすることによってこの子の胃袋の中で食べ物がそのまあ消化されるというか溜まっていくんですね。で、胃袋の拡張率がいっぱいになって、この子が限界になって、嘔吐するまで、食い物をこの中に詰め込むというゲームになっています。え、これって YouTube でアウト？セーフ？セーフだよな、別に。全然そういった類のゲームだもんな。安心だよな、別にエロゲーとかじゃねえもんな。普通の人がエロく感じないところを僕が感じるってだけであって、別にそこは人の価値観の違いだからな。通常の人が花でいうところの受粉にあたる行為を動物バージョンにしたものを見て興奮するのと同じような感じだ。僕は女の子に美味しい食べ物をたくさん食べてもらっている姿を見るとすごくいい気持ちになるだけ。ただそれだけ価値観の違いってだけな。それだけの違いだから。YouTube でやってんのが別にこれ健全だからな。エロくないんだもんな。他の人から見たらな。YouTube の AI から見てもこれは別に大したことないゲームだもんな。平気でしょ？よし、じゃあ行こっか。で、まずバナナ与えてみようね。美味しい！あら、かわいい。いいね。女の子がこうやって食い物を食べているところを見ると非常にいい気分になります。で、この胃袋の形をなるべく保った形で残り23品すべてを詰め込みていきたいところなんだけれども、お団子、なぜかよく落としてしまう。何個食べられるかは運次第。あー、運要素もあるんだ。じゃあ団子3つどうぞ。あ、1個しか落ちなかった。じゃあ次、これ何？胃薬。重なった食品を1品消費する。あ、じゃあいいじゃん。こうやってたくさん食べ物でパンパンになった胃袋を、この薬を使って、消化させることによって、胃を楽にさせることができるのか。一応他の食い物を見てみるか。あ、胃薬、キノコ。あ、キノコと胃薬しかないのか。じゃあキノコをまず食べさせてあげましょうか。僕、椎茸好きなんですよ、実は。知ってる？キノコ。食べれない人多いと思うけれどもね。意外とキノコってうまいんですよ。エビ、プリプリの歯ごたえがたまらない。ゴキブリの成分と同じ成分だって言うじゃないですか。でも甲殻類ってみんなゴキブリと同じなんですよ。ケラチンだかなんだかってやつね。で、それがちょうどエビの尻尾とかと同じような成分なので、だからカニもエビも、その、ダイオウグソクムシも大体同じです。その、ああいった昆虫みたいな見た目の生き物は、体の構造自体がほとんど昆虫とかと同じ成分なので、別にエビに限った話じゃないんだよね。エビは、このぐらいかな。これね、食品をこうやって回すことによって、この隙間のところにね、入れることができる。じゃあ、ドーナツをどうぞ。ドーナツは結構カロリー高いですよね。カニ。あー、どうしよう。こんなところにカニを、どうなんだろうね。食べ物と食べ物の隙間。あ、やばい。拡張率が 40% になってしまいました。ここはちょっと良くないので、一旦胃薬を使ってカニをなくしましょう。弾け団子。シュワッと爽快。ラムネ味。食べると3方向に弾け飛ぶ。大変じゃないですか。胃の中でメントスコーラをやったみたいな感じですか。大量に溢れ出る二酸化炭素によって胃が膨張されてしまってすっごい苦しいやつだよな。
僕もやったことあるよ。興奮した。じゃあ行くよ。ああ、確かに。弾け飛んだけど、思っていたほど、膨張って感じではないな。じゃあ、胃薬使って、昆布いらない気がするから、一旦やめて。ああ、最悪。ギャグバリ乾燥昆布。素直になれない天の弱。0.5 倍の大きさまで膨らむ。ってことは、小さくなるわけか。じゃあ、この隙間のところで、でかくなる昆布を置くとどうなる？あ、すげえ！合致した！面白！で、次、弾け団子。こいつを入れることによって、あ、でも意外と弾けなかったな。じゃあ次、バナナ。バナナはこの隙間のところにちょうど挟み込むことによって大丈夫になるわけです。で、お団子は、あ、このあたりちょうど3つ入りそうだけど1個だった。で、ここで、小さくなれ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 、よーし、セーフ。拡張率 68.6%。もうグニングニンじゃん。しかも残りがクロワッサンとドーナツと、あとエビだろ？ああ、大変だ。こんな、大丈夫かな？いい持つかな？はははははこの表情がたまらない。まあ、このキャラクター誰かわかんないけど。次。クロワッサン。こんだけのものを食ってまだ平気な顔してる結構すごいよね。エビさんはじゃあ、どうだろう？このあたりかな？まあ、このゲーム僕やってんのってパズルゲームですから。別に、おにぎりは少しだけ、ちょっと、どうしようかな。どこか。ここ。おーしいぞ。おーしいぞ。まだ大丈夫だ。これどうしよう。残りの食い物がさ、あー最悪だ。ハマるかな。キノコはここにはまりそう。やばい。胃袋が。あ、お腹がすごいギュークが。あ、エッチだな。やっぱりこのゲームやめとこうか。ちょっとなんか、そうだな。他の人にわかりやすく言うとですね、家族で見ていた映画に、いきなりお色気シーンが出てきた時の気持ちあるでしょ？それが登録者 19.5 万人規模で行われた時の気持ちって感じだね。気まずいっしょ。じゃあクロワッサン。ああ、ダメだ。すごいきつそうな顔してる。非常にかわいい。柔らかな弾力にある食感が癖になる。一度食べたら病みつきに。イカはどこに置いた方がいいですか？あ、このあたりですかね。そうですか。じゃあ、このあたりに一度置いてみますね。で、ドーナツはこのあたりに置いて。よし、全部食えたな。偉いな。お腹がパンパンになって非常に苦しい表情をしていたけれど。はぁ、次の日の便所を想像すると。にやけが止まらないね。じゃ、最後に、ベリーハードって書いてるものをやってみようか。なるほど。確かにベリーなハードだ。エッチな乾燥昆布っていうタイトルが少しだけ気になる。言っておくけれども、ここは YouTube だからな。ベリーハードをやってみろ。まったく、こういった類のな、そういうなんか、よくないぜ！子供を見るんだぞ！いや、別に子供が見て何か問題があるってわけじゃないんだけどね。このゲームやってる実況者さんとかいるし、ショーツにも流れてくるし、みんな見たことあるでしょうし、別にそんな、ね、そんなスケベなゲームってわけじゃないよね。ただ僕が変なんだ。そう。僕が変なの。僕が変だから忘れて。くそー。恥ずかしいよ。はい、どうぞ。膨らむ昆布だよ。くそ、いいよな。お腹の中で何かが膨らんでるっていう、このテロップが非常にいい。じゃあ、カニをここに置いておこうか。よし。ステーキ？は、配置したら動かない。マジか。じゃあ、配置してもいいようなところに置こう。ここだな。よし。なんだこれ。ホットドッグ。サナ。これは多分ブラカのキャラですよね。台湾で流行中の謎グルメ。胃薬が効かなくて動く。はちょっと待って、それって、じゃあこの辺りに。マジで動いてるわ。気持ち悪い。虫とかを踊り食いした時って同じような感じかな。じゃあ豆腐をここに置いておこう。これね、さっきと違って難易度が高いから、もう少し慎重にパズルをね、組んでおこうか。エビさん、エッチな乾燥昆布。エッチな昆布はダメ。死刑。あー、このキャラクターのミームによくあるよな。じゃあこのエッチな昆布を真ん中に置いたらどうなるかな。2倍に膨らむとは言ってるけど、どのぐらい膨らむんだろう。あ、意外と大きい。ステーキよりも大きくなってしまった。じゃあドーナッツの横に置いて、ちょっと待って、考えもなしに色々と大きすぎたな。一旦団子でブレイクタイム。スイカ！あ、スイカとくっつくと消える。それスイカゲームだろ。いいな、この表情いいな。なんか、違和感を感じるんだけど、なんだろう、お腹の中がすごく気持ち悪いって、この感情がすごくなんか、はい、エッチですね。それでは、スイカをこの辺りに置いておきましょう。で、このカニがね、邪魔なんだよな。一旦胃薬で消して、
で、この縮む昆布を使って少し大きくした後に昆布を縮めます。昆布の隙間にキノコを置いて、この縦の隙間にバナナを置きます。拡張率が 100% になったらこいつゼロ吐くのでね、そうならないように丁寧にいきましょう。団子はやっぱ1個しか出ないんですね。で、このいい感じに空いた隙間にリンゴを置いて、で、このポンポン弾ける団子をここに置く。よしよしよし、大丈夫大丈夫。うわ、お腹がすごい。かわいい。あー、かわいい。あー、あー、かわいい。この表情の、あー、かわいい。くそ。あー、くそ。あー、くそ。あー、くそ。あ、あれ？あ、マジ？食べ物と食べ物くっつけたら引っかかるの。あー、そうなんだ。じゃあ、それをもう少し早く教えてくれ。あ、やばい、やばい、あ。やばい。表情が変わった。やばいよな。発情率が 100% 以上だから、多分食道の方向に、こう、食べ物が出たり入ったりを繰り返している状態なんだろうな。少し気を緩ませたら、ゲボっちゃうような、そんな感覚なんでしょう。わかるよ！すげえいいわ！もっと入れろ！もっと入れろ！あ、ゲロ入っちゃった。かわいそうに。でもまあ、悔しい。ちょっと待って、よし、じゃあ動画終わろっか。はい、バイバイみんな。バイバイ。わあ、二度とやらねえぜ、こういった類のゲームは。何しろ、こう、良くないからな。健全とは言い難い。僕にとってな。僕にとって健全ではない。他の人はどうせ理解できないんだろうけれども、僕は理解できる。僕は健全には見えない。そういう感じだ。わかるでしょ？ほら、宗教と同じだよ。宗教と同じ。他の人の言う宗教は、別の宗教を信じてる人から知ったら何を言ってんのかわからないと思うけれども、その宗教を信じてる人からしたらそれが常識だし、そう感じるのが当たり前なの。僕にとってこの宗教はすごくエッチに感じた。ってことでバイバイ。